そう、あと一歩だね。え？あれ？だからここに来たんだよね。ほら、写真。そうそう、これこれ。この屋敷へ出発。あ、さすがグーフィーさんは鋭い。はい、どうもヒョドルです。キングダムハーツ2ファイナルミックスですね、続きをやっていきたいと思います。トワイライトタウンに帰ってまいりました。もう徐々に徐々に終わりに向かっている感じですね。まあトワイライトタウン2回目っていうか、まあ3回目っていうか、ちょこちょこ来たりはしてるんですけどね。あの屋敷にもう1回行くみたいですね。懐かしいな。まだあの頃はロクサスでしたね、最初に屋敷に入った時は。さてさて、勝てるかな。レベル上げてもなんかレベル上げてるし大丈夫だろうとは思うんですけど、もう最近は、おお、いるいる。おお、最近はもうモンスターの心配事はそればっかりですよ。死に会になったら大変なんでね。痛ーい。こいつらってなんだっけ、なんかジャンプ、あんま覚えてねえな。まあ、とりあえずマグネスプラッシュ、マグネスプラッシュね、結構いいのが、そのマグネが発動すれば、なんですかね、その敵を無力化できるんですよね。それがでかいですね。攻撃中断させたりとかできるのはやっぱりだいぶ大きなアドバンテージかな。お、なんか地下もある。じゃあなんかこっち行ってみようかな。あんまりね、探索とかあんまりこうろくにやってないので、行ってないところがいっぱいあるんですよね。経験値も高いですね。お、レベルアップ、防御力アップ、チャージバーサク、じゃあ何だろう、見てみましょう。どこどこ、ああ、ニューあったニューあった。これか。 MP チャージ中は攻撃力が2アップ、コンボがいつまでも続けられます。コンボフィニッシュ技は出せなくなります。これはどうなんだ、強いかな。なんかこうあんまりパッとしないような気もしますが、どうでしょうね。オートロックマジック外して、まあとりあえずつけてみましょう。2足りないから、まあそれは使っちゃいます。AP アップですね。でチャージバーサク、まあ一旦使ってみましょう。ああ、これはハイジャンプですね。なるほどなるほど。ドナルドもなんか覚えたんだ。なんだっけ。MP ヘイスラ。おお、すごい。これはいいな。これはちょっと覚えてもらいましょう。オート連携、そう、いらない、それ。俺がつけたんだけどね。ちょ、連携はいいや。あんまりなんかね、効率いいような気がしないんすよね。はい。お、出ましたね、住宅街。あー、なんか光ってる。とあれ無理かな、あれなんかさすがに届かねえな、まだハイジャンプレベル3とかが来るのかな、そのうち。まあ、いっかってことで。おお、なんかあるぞ。あれは取れるかね。おお、いたいた。おい、大丈夫か？どうしたんだ？カイリを探しに来たんだ。そしたらあの白い奴らに襲われて。あぶやおば、ハイネたちが責任感じることないのに。そんなんじゃないって、友達がひどい目に遭ったんだぞ。そうだよな、みんなもカイリーの友達なんだよな。
この屋敷に怪しい奴らが出入りしているって噂なんだ。私たち、ここがもう一つのトワイライトタウンの入り口だって考えたの。もう一つのトワイライトタウン？グーフィー、君が持っているクリスタルボールを見せて。その袋、私の手作りなの。世界に一つだけしかないはずでしょ。これはソラがサイファーからもらったやつ。この間忘れていっただろ。サイファーのトロフィーは世界に一つだけ。クリスタルも赤、青、黄色、緑、全部一つずつのはず。でも君たちは持っている。なあ、どこで手に入れたんだ。袋は王様からもらったんだよね。中身は電車賃とクリスタルボール。王様はどこで手に入れたのかな。な、きっとこの町と同じ場所がもう一つあるんだ。オレットの袋やトロフィーはそこから来た。そう考えれば全部解決。何が解決？こっち側にないものはあっち側に行っちゃったんだよ。帰りもね。そうか。お、なかなか核心に迫ってきた感じなんですかね、これは。もう一つのトワイライトタウンね。あれか、記憶の中のみたいなやつかな。王様久しぶりじゃん、そういや。もう俺が死んでも助けに来てくれないんだから。うわ、あれかな、なんかいっぱい出てくるやつかな。ちょっとドライブしちゃおう。マスターフォーム、うわ、いくぜ。そこだー。うわー、これがすごいな、なんか大技。でもなんか前やった時は時間かかりすぎて全然出させてもらえなかったけど。あ、切れちゃった。どんどん出てくるな。だんだん出てくる敵が強くなってるかな。もうね、デュエルバウトとかしません、私は。あれテンパるんだもんなんかルーレットみたいな。あ、痛い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 。リフレが保険ですかね。あれ、ああいうのがね、防げるのかなって思ってたんですけど、そういうタイミングの問題なのかな。イエーイ、 HP アップ。案外効果持続時間が短いんだろうか。アンセムの居場所が分かったんだ。本物の賢者アンセムのね。お、一人で13機関の本拠地に行ったんだって。俺たちはカイリの居場所が分かったんだ。多分正解。君たちはどうしてここへ？誰かがヒントをくれたんだ。誰？ソラは陸かもって言ってたよね。そんな気がしただけだよ。ソラがそう思ったならそうなんだろうね。陸は元気なんだ。ソラがそう思うなら。王様、そろそろ知ってること話してよ。僕からは何も言えない。王様、なぜなんです？約束を破りたくないんだ。リクと約束したってこと？やった、リクにも会えるぞ。え、リクって親友なんだ。なるほど。王様、ソラたちに渡した袋はリク君からもらったんですよね。何も言わない約束なんですよね。困ったな。うん、行こう。カイリ、リク、待ってろよ。じゃあ、あれか、ロクサスがすげえ罪悪感感じちゃった金なくした事件はリクの仕業だったってことか。悪い言い方すれば。まあ、いっか。
なんかね、みんなね、まあ、王様もなんですけどね、いきなりね、みんな黒いローブ着始めてよくわかんねえみたいな。まあいいや。屋敷に入り口があるのかな。そういえば波音とかね、久しく会ってないですね。いるかな。どっかにコンピューターがあるはずだ。そのコンピューターがもう一つのトワイライトタウンにつながってるんですか。多分ね。そしてその街には闇の世界への道があるはず。なるほどね。すごい問い詰められてるな。なんでリクは口止めしてるんでしょうね。ダメなのかな。そうだよね、この辺の宝箱が開いてないっていうのもやっぱりなんか別の世界だからっていう感じなのかな。とりあえず探索軽くしときますかね。この辺は敵出るかな。出た。おらー、ゲームはスタートしません。フルボッコでーす。ルールなんてないのだ。分かったな。ミスリルがいっぱいですね。ミスリルって何に使うのかな。あんまり必要になった覚えがないんですけど、あれ取るのは無理かな。満たされる結晶、おーすごいな。どこだっけ、あんまりまっとり覚えてねえな。おー白い部屋だ、懐かしい。あここには波音いなかったな。波音な、波音って何なんだっけな。なんかね、チェインオブメモリーズ、あのアドバンスで出て、その後なんだっけな、ファイナルミックスかな、キングダムハーツ1のファイナルミックスにリメイクされて収録されてたやつですけどね。それで結構波音については言及されてた覚えがあるんですが、あんまり覚えてねえっす。おお出た出た。あーくそ、ちょっと待ってちょっと待って、お終わりだ。ランニングランニングランニング、ほらマグネスプラッシュ。やっぱここまで来ると敵の経験値が多いってえな。結構高くレベルが上がりやすいです。なんかこいつら MP プライズばっかりだな。よし、おおまた出た。エクスプロージョン、おおまだ生きてた。当たってなかったか。よし、オリハル。コンピュータールームですね、懐かしの。空が復活したところですよね。これだ、やった。どうやって使うの。僕に任せて。ピンツそんな特技が。いいぞ、これこれ。あ、どうした。パスワードがないとこれ以上は。何か知らないのかい。ヒントは、ヒントはこれだけだったよね。あ、甘くて
てしょっぱいアイス。ドナルドが食べちゃったやつだ。写真と一緒にアイスが置いてあったんです。それだ、賢者アンセムはアイスが大好きだった。ねえ、そのアイスの名前は？え、ねえ、これもしかして聞かれる？シーソル、あ、おう、そこまで言われればそれもシーソルトとかでしょ。どう考えてもソワードはアイスの名前だよね。はいはい。あ、しかも選択式やった、余裕、シーソルト。はい、これなんか間違った場合とか、まあ多分何も起こらないんでいいでしょう。行こう、ここは俺たちに任せてくれ。帰りによろしくね。了解。おう、これで、なるほど、ちょっと回復しておきます。よし、ついでにセーブも。なんか金が溜まってくな、ほんと。まあいいけど。よし、行くぜ。なんか何が起こるのか全然見当もつかない。おー、確かにまんまだ。元の場所？壊されてる。ここはもう一つのトワイライトタウン、ロクサスのトワイライトタウンだ。そういえば壊してたな。どこかに闇の世界への入り口があるはずだ。手分けして探そう。闇の世界への入り口。お、ウラアンセムレポートだ。チャリーン。何も変わってないように見えるけど、なんだか嫌な感じがするな。まあね、レベルを上げた俺にはもう準備なんて必要ないのさ。なるほど。手分けしてとか言って王様どっか行ってたっぽかったけど、どこも行ってねえな。まあとりあえず奥進んでいく感じですよね、多分ね。お、これだ。なんだ、闇の世界への入り口か。これが敵出そうだな。いよいよだね。お、何もなかった。でも行っちゃう？行っちゃう？じゃあ行っちゃう？行っちゃえ。なんなんだここは。すごいな、なんか狭間な感じ。リク、帰り。お、てか王様どこ行った？王様来てくれないのか。ノーバディを全滅させろ。オッケー。終わりだー。で、イエー、もう一瞬だったな。キリがない。立ち止まるな。お、闇に飲まれるぞ。行けよ。どうして？理由なんていいから行けって。大丈夫か？
逃げられちまった。その後カイリはサイクスに捕まったらしい。サイクスってのは13機関のメンバーだ。記憶したか？だから早く助けに行け。邪魔するな。アクセル君久しぶりですね。いなくなっちゃった。ドナルドとグーフィー、これあれかな、アクセルと戦うからみたいなやつ。いや、こうなるとあれかな、リミットフォームしか使えないかな。終わりだ。回復期待できないんで大事に使っていきたいと思うんですかね。どれくらい敵が出てくるかわかんないけど、よし、アクセルくん頑張ってる頑張ってる。助けちゃうよ助けちゃうよ。エクスプロージョンあれ余裕だぜ。こいつらもね、地中に潜っちゃうんでね、それがめんどくさい。お、ちょっと強い感じになってきた。ほら、よし。こいつってどういうのだっけ、地中に潜るやつ。あー、なんかすげえ殺された覚えあるな。なんか今じゃあ別になんてことない。余裕余裕。よし、もういって、ダメージが半端ない。よし、スラップショット覚えましたね。なんだろう、すげえ、めっちゃいる。敵に回すとたまんねえなこいつら。反省したか。いや、俺強いから見てろよ。かっこいいな。全部倒しちゃった。すごい。ドナルドとグーフィーどこ行ったんだよ。お前、おお、消えかかってるぞ。まあ、俺の全存在をかけた攻撃だからな、仕方がねってもんだ。つってもノーバディは存在しないものなんだけどな。まあ気にしないで、ほら帰りのところへ。ああ忘れてた、帰りにひどいことして悪かった。そう思うなら帰りに直接謝れよ。ダメだ、心がこもってないからな、俺心ないもんお前何をするつもりだったんだ。ロクサスに会いたかった。俺あいつが好きだった。あいつといると俺にも心があるみたいな、そんな気になったんだ。お前にも感じる、同じ。帰りは城の牢獄だ、ここから行け。アクセル、アクセルが消えてしまった。いやー、アクセルイケメンだな、かっこいいな。なんかね、アクセルに会いたかったっていうのはいいね。アクセルじゃなくてロクサスね。いや、
ちょっと久しぶりにこのゲームやっててしっとりしてしまった。随分と空席が増えちまったな。え？アクセルの悪あがきを楽しみにしてたのに、やたら素直に消えちまうしよ。彼は満たされたのかもしれんな。己の存在をかけ何かを手に入れたのだろう。おいおい、俺たちは存在しないのにどうやって存在をかけるんだ。賭けのルールに反してるって話だ。そう、アクセルは存在しないものを賭け、おそらくは勝ったのだ。彼らしい鮮やかなイカ様と思わんか。くだらん。奴が手に入れたのは無だけだ。アクセルは心を持たない虚しさに耐えられず、心に引き寄せられて破滅した。奴は弱かったのだ。だが弱さによって目覚めるものもある。見えるのだよ。アクセルは空の心を揺さぶった。空と共にある彼が目覚めるのではないかな。ロクサス目覚めるんかな。まあ最初しか出てきてないですからね。結構その辺の話がほったらかしな感じはするかな。しなかった世界。カイリは城の牢獄にいるって。うん、まず城への道を探そう。お、パーティーメンバー再び帰ってきましたね。なんか覚えたんだっけ。あ、そう、スラップショット。近くのターゲットに対して弾かれることのない素早い攻撃を仕掛けます。なるほど、良さげ下げだけど、どうしようね。もうなんかこの際だし使っちゃうか。まあ、ケチケチする必要もないんでね。味方にもっと使えよみたいな気がしなくもないけど、まあいいかな。なんだっけ、スラップショットね。はい、つけておきましょう。んで、ドナルドがなんか覚えてましたね。ラックアップか。まあいいや、これは。あると便利っていうか、地味にいいことありそうな気がしなくもないですが。まあまあ、いいでしょう。狭間につながる文字。存在しなかった世界まで来て、カイリを助けに行く。もしかしたらラスダンに近いんですかね。かなというところで、まあまあ一旦セーブと。はい、しまして、一旦ここで切りたいと思います。どうもありがとうございました。